皆さんこんにちは。デナマイファミリーです。今日は学校末またもともと続きです。はい、じゃあソング先生のね、徐々にこう進めていくとこう、さっき死んじゃったとこですね。まあ、今ミンス神父のアイテムのね、聖水をゲットして、また多分あそこに向かうようなんで、向かっていきたいと思います。はい、じゃあ戻りますね。今度は、極秘みたいな、今度下の極秘だね、行くんだね。はい、ここはダメなんだね。一撃でやられちゃうんだね、やっぱり。ノート。これ結構時間かかっちゃうかもしんないな。下右上左下ダメか。
難しいっすねこれ、はい、よし3度目の正直行ってる味じゃないとダメなのか2回目のとこは。これで4回目ね。成功したのに早かった。めっちゃむずいよ。めっちゃむずいな。扇風機なんかかけてるのがいけないんだよな、これ。気合を入れてやりました。
配信ドラマやれるじゃん、隠れなきゃ。どうすればいいのこれ。え、ちょっと待って、全然わかんないよこれ。え、あ、上がってこいやみたいな感じ。わかんない。なんかやんのかこれ。あ、なんかあれかな。赤字で月と書かれている。あ、なんかマッチかなんかやんのか。月、これは何これ、全然わかんない。まあとりあえずいきます。何か現れた。何？急に辺りが静かになった。これってすっごく古そう。どうしてこんな鏡が？ブラッドムーンの光が。これって。パクスミ、幻の中で見た写真の女の子。당신이죠？あ、刀くれんのかな？月光刀みたいな。あ、これを私に。待って、鏡も越しにくれるんだ、剣を。これって霊番官が探してた違法かな。はい、月光刀を手に入れた。これで刀を手に入れたんですね。担当は美しい鞘に収まっている。え、どうすんのこれ。なんか燃えてる。月光刀を手に入れた。で、戻んのこれ。あ、イエソル、やっぱりね、ここだと思った。イエソル、この部屋を知ってるの？セファ財団は一世紀近くもの間、大祖の鏡を厳重に保管してきたの。あなたが呼ばれるのも当然ね、もう隠し通せない。一体何の話？あの鏡は竹房夫人が持っていた大昔の強力な巫女の聖具なの。
その特殊な力の一部についてはもちろんもうご存知よね。鏡に何か映ってた、あれは幻じゃない、ペンダントの中の女の子だった。世間的にはセファ財団の会長として知られている。レイバン家にとっては大臣で、私は彼女をパクスミと呼ぶ。セファ財団の会長？けど彼女はもうおばあさんだわ。同じパクスミのはずがない。だってあなたが彼女と一緒にいるのを見たの。そっか、本当なんだ。あの写真の子がパクスミなら、あなたは、みんな大祖の鏡に誰が映ってたのか、私は長いこと自問してきた。この謎を解くための鍵は今や一つだけ。スミから受け取ったの？月光刀を。これのこと？やっぱりね、チャンミが死んだって聞いた後、もしやと思ったの。ずっと確信が持てなかったけど。あなたがパクスミの後継者ね。その担当を持てるのは巫女の末裔だけ。あなたのものよ。それって人違いだし、私は巫女なんかじゃない。冗談はよして。あの鏡を使ったでしょ。あれを使えるのは巫女だけなの。あなたがコーマに入ったのは偶然じゃない。西軍に呼ばれたんだわ。それともう一つ、スミから受け継いだものが。あなたの苗字を、二人は同じパク一族の血を引いてるの。ありえない、そんな話誰からも聞いてないし。それってドラマの見過ぎでしょ。イエソル、パク会長ってすっごい有名人なんだよ。そんなお金持ちの親戚がいるなら、パパはとっくに話してたはずだもん。お父さんは理由があって真実を伏せていたのかも。みんな秘密の多い一族だから。けど秘密が多いのはあなたもでしょ。イエソル、セホに全部聞いたわ。霊媒官が4方を殺そうとしてるって。待って、それって何の話なの。みんな、そうだ、4方急がなきゃ。さよなら、イエソル。はい、セーブしまーす。はい、で、あの場所に向かうんだよね、今度ね。なんだけど、じゃいけないか。あ、ダヒョン。よ、タイムトラベラーさん、時空を超える旅を楽しんでらっしゃる？ダヒョン、心配したのよ。けど、ここで何やってるの？今って4本探してるんでしょ？すっげー取り込み中みたいね。そういや、体育館の方が騒がしかったけど、中で何が起きてるのかなーって。4本がそこに？助けなきゃ。けど、ミョンギルが邪魔なの。手を貸して。ミョンギルのことなら心配ないって。あの脳筋ゴリラには目の前にあるもんだって見えてないし。けどまあ力になってあげてもいいよ。助け合いの精神ってやつでさ。ちょっとそっちの望みはもう聞いたでしょ。それに今は急がないと。もう慌てないの。あんたと私にはまだやりかけの仕事が残ってるんだ。私認めるよ。今のあんたはもう、闇世界に迷い込んだ頃のうぶな子猫ちゃんじゃない。ようやくその時が来たみたい。その時って何の？ま、実力テストっていうかさ、あんたが本当に変わったかどうか確かめなきゃ。今回はヒントなしだかんね。チャオ。今度は何を見せようっていうの？けど手がかりが何もないんじゃ。まあ学校だよね。じゃあとりあえずセーブしてね、この辺で一回終わりにしましょう。はい、じゃあバイバーイ。